沖縄の受け取り印象を申し上げますね。まず、この3つの文章というのは、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画という3項目から成り立っているんですけども、まず国家安全保障戦略においては、外交防衛の基本方針、これはもうはっきり中国が脅威だっていう、最大脅威だということをもう明確に表示してますからね。次、国家防衛戦略、日本の防衛力整備の指針、これがね、これがちょっと曖昧なところがあるんですよ。日本にはこれまで弾道ミサイルの対象は迎撃にかけられていたけども、それじゃもう全く間に合わないから、相手の喉元を突こうということでですね、発信基地を突こうということなんですけど、必要最低限度の攻撃をしろっていう指示が出てるんですね。これはどういう基準で予想がつかないんですよ。日本的な文学表現が時々顔を出すわけ。わびさびみたいなね、ということがあるから、最終的に申し上げますけどね、もう憲法も改正してね、公選権を認めて軍法も制定しないと、今度は指揮官の責任に帰結される恐れがあるんですね。指揮官を保全するためには軍法があるもんですからね。あるいは非常事態法とかですね。東日本大震災の時には公園に救援物資を自衛隊が集積しようとしたらね、国土交通省から待ったかかって、俺たちの頃は縄張りだから手出すなっていうことになったもんだからね、日本国民を政治家たちが怒って法改正したんですよ。こういうふうにして、徐々に徐々にまともな国になりつつあることは事実です。あとはこの防衛力整備計画ですね、これはですね、防衛費用に2倍に上げるという岸田総理がなんか焦って、その2倍に上げることだけを強調していたんですけど、本当はね、どういった武器を開発して、どういった武器を持ってどうするから、最低これだけはいりますということをすれば、国民も野党も理解するんですね。もうただね、防衛費用2%っていうことを言うもんだからね、アメリカから相当言われてんじゃないかという憶測が飛び交ったんですね、我々 OB の間では。で、そういうこともあって、まあ一歩踏み出したなと。今までみたいに専守防衛、相手が右の方を打ったら左の方も出せっていうような意味だったんですからね、こういうおとぎ話の世界から脱したことはまだいいと思います。ただ道半ばで、さっきも言ったように非対称戦争になったら不利だから、最終的には原子力潜水艦を持ってですね、島国の日本とに状況に似たイギリスみたいに、報復力、敵地反撃能力よりもさらに上を行く報復力を持たんといけない。なぜ私が4隻でこう言ったかというとですね、絶えずスタンバイさせるためには、1隻は休養させる、1隻は修理する、1隻は訓練する、そして残り1隻が実戦配備につくという感じでローテーションするんですね。そういうことがありますから、最低4隻は原子力潜水艦を持っててですね、報復力を持った時には日本の立ち位置はだいぶ変化すると思います。繰り返すようですけどね、この国家防衛戦略の文言を見ますとですね、反撃能力は必要最小限度の自衛の措置などと定義し、憲法や国際法の範囲内で構成されるとした上で、先制攻撃は許されないとしていた専守防衛の考え方に変わりがないことを強調しています。ここがね、やっぱり中国とかロシアを気遣ってるわけですね。あまり、ね、摩擦を起こさんでおこうと。真珠湾攻撃ってあったでしょ、1941年の12月8日。あれも私が歴史的に解釈するにはですね、敵地反撃能力ですよ。先制攻撃したんですね。だって、日米関係が非常に緊張してきたからですね、アメリカ太平洋、ハワイに太平洋艦隊でも集中して日本を威嚇した上に、これは誰も言及しないけど、フィリピンにはですね、カーチスという戦闘機部隊が約100機、ハワイから日本を攻める、フィリピンから北上して日本を攻める、挟み撃ちするっていう感じでですね、フィリピンのクラークフィールドに100機以上の戦闘機体と爆撃隊が待機してたんですね。で、我が日本海軍はですね、私も元海上自衛官ですから、ハワイの真珠湾を攻撃すると同時に、それから6時間後には今度は台湾に駐留してた日本海軍の航空隊がですね、一挙に豊洋上を横切ってですね、アメリカ空軍をやっつけたわけですよ。それはまさに先制攻撃だったし、反撃能力だったんですね。これはね、日本の政治家は堂々と言わないと。いつもね、スネークアタックだったと。宣戦布告が若干遅れたもんですから。こういうね、いつまでもこの自虐的なことをしてるとね、防衛問題全体に思い切ったことができなくなるんですよ。これはアメリカの海軍の将校たちと私は議論して、堂々とこういう発言したら、彼らは私を非常にリスペクトしましたからね。そういう意味でね、国家のやっぱり言うべきことはちゃんと堂々と言わないとですね、必要最小限度の自衛の措置などという甘い言葉はあまり使わない方がいいと思います。次は防衛力整備計画ですね。これはですね、スタンドオフ防衛能力といって、相手の射程圏内のはるか後方から撃つということですね。これはね、実は大東亜戦争においてね、日本が保有する戦闘機は結構スタンドオフ機能があったわけですね。軽く作られていたもんだから、重量が、航続距離が長いもんですからね、アメリカの空母と日本の空母機動部隊が衝突しようとするときにはですね、日本の空母部隊は射程距離のはるか後方から戦闘機体を発進させていたんですよ。なぜ軽かったかというと、防弾設備が
してなかったから、相手の基地に行った時に対空砲でほとんどやられたんですね。まあ、そういうこともあって、こういったこともどんどん議論の訴状に出して、新しいやっぱり防衛体制を作っていくべきだと思いますけど、今はね、政府の主張がほとんど採用されてないようでね、ほとんどその防衛庁内局というか、防衛省内局というかですね、政治と官僚レベルでしか決まってないようですから、そういう状況の時に、今後はですね、この緊張の焦点がどこに行くかというと、まず台湾ですね、この次は沖縄なんですよ。私が日頃から、御社の月刊誌でもね、これからの戦争は沖縄から始まるって書いた通りですね、これは日米とも共通の意見です。日米両国政府ともですね。それでね、防衛省はアメリカからね、油断していると本当に取り返しのつかないことになるぞということを忠告を受けてね、もう12月初めにはね、この安全保障3文書がまだ閣議決定される1週間から10日前にはね、もう行動開始してたの。どういうことかというとね、陸上自衛隊 第15旅団、沖縄に駐屯しているのは旅団なんですね。師団というのが一番大きい組織で、陸軍の場合は。その一個隠したが旅団なんですよ。これを12月初めに防衛省はもうリークしたんですね。師団に格上げすると同時に、司令官は今まで陸将法だったけど、陸将に上げるんですよ。アメリカ式に言うと、2スターがね、3スターになるわけ、3スターに。これはね、もう一つはね、沖縄に駐屯している第3海兵衛星群。まあ、これも師団とイコールですけど、そことね、連携を密にするということなんですよ。それでね、私が懸念しているのはね、いざ有事っていう時には米軍の指揮下に入る確率性が高いですね。だから最近行った大規模な訓練はですね、私はまだその結果を聞いてはないけど、それは実験だったと思います。そういう指揮系統をどうするかっていう実験をしたと思うんですね。これは非常に確率の高い分析です。多分ね、アメリカ型の実験をしたと思うんですね。要するにこれはもう極秘実行に近くなるけど、敵が攻めてきた時にどう攻撃するか、アメリカが第一プランを挙げたと思うんですね。日本は結局国会、大統領制でもないし、国会が主要国会意思決定機関だもんですからね、国家存立危機のに陥らないと政府は独自には行動できないんですよ。アメリカの場合は軍法があるし、特に海兵隊の場合は議会の承認なくて戦闘行動を起こせますから、事後報告が許されているから、海兵隊だけは。アメリカ陸軍とか空軍とか海軍はですね、戦争する前にアメリカ上院の許可を得ないといけない。で、そういうことで沖縄に海兵隊が駐留してくれてるってことは非常にありがたいことだと思うんですね。いろんな実験を繰り返しつつですね、日米は新たな合意点を僕は決着したと思うんですよ。それはね、例えば自衛隊那覇病院はコストダウンの観点から廃止される予定だったのね。で、今回逆に廃止は廃止になって、建て替えで有事対応病院として発足するわけになりましたから、沖縄には海軍病院って言ってアメリカが作った非常にレベルの高い大きな病院があるんですね。これと双璧をなすわけですよ。要するにアメリカとしてはね、もうこれ以上沖縄には戦力を投入しないで自衛隊に肩代わりさせるわけですわ。主要な決断と作戦の指導だけは米軍が指揮権を握ると、そういうふうにして戦力アップを狙っていると思います。